今回はですね、イケてるキャバ嬢大体グラマーということで、インスタグラム500万人超え、はい、フォロワーのこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いします。はい、日本一エロすぎるグラビアアイドル森崎智美です。よろしくお願いします。イエーイ、来ちゃいました。めちゃめちゃ美しい。いい、どうでもないです。美しい。いやいやいや、超綺麗です。やば、とんでもないとんでもない。めっちゃ緊張してるんですけどなかなかね、女性相手にこう喋ることってあんまないですね。そうですね。いいですよね。ちょっと私も緊張しちゃう。普段なんかファンの方が男性が多いので、はい、やっぱ綺麗な女性を見ると緊張しちゃいます。目線がずっとこに目線があったかわからないですけど今日はよろしくお願いします。と今回はですね、はい、ちょっと SNS 関連なんですけど、はい、キャバ嬢も SNS を使ってこう、うん、あ、売り出していこうということで、はい、このお店の女の子一人ちょっとご指導いただきたく、一人女の子呼んでるので、はい、ご紹介させていただいてもいいですか。はい、もちろんです。お願いします。はじめまして。あ、どうぞ。よろしくお願いします。はじめまして、ティークラブの葵と申します。よろしくお願いします。葵ちゃん、よろしくお願いします。すごいですね、スラッとして。もう本当にお綺麗すぎて、何をしますか。本当にすごいスタイルいいし。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。 SNS はどうなんですか、やられてるんですか。 SNS は、うん、キャバ嬢としては、うん、インスタグラムも一応アカウントを持ってるんですけど、はいはいはい、何を載せればいいかわからなくて、うん、フォロワーも60人ぐらい。あらこれはキャバ嬢さんとしては致命的な、なかなかちょっと一歩踏み出せないというか、だって今なんてもうキャバ嬢さんね、あの SNS、 インスタグラム、TikTok、 ツイッターとかなんかいろんなことやってなんか宣伝してたりするじゃないですか。だから憧れますっていうか、うんうんうん、そこは自分の弱みだなって思って。で、60万っていう、ちょっとね、これからっていうことで。そうですね。あ、60人。あ、60人。失礼しました。ごめんなさい。ちょっと待っててるから、ごめんなさい。失礼しました。60人ということで、そうです。やりがいがあるので、ちょっと頑張って、はい、今日は伝授していけたらと思います。じゃあ、早速行きましょう、はい。お願いします。もう、お店の中が映えスポットだらけなので、本当にどうしたらいいか分かんないぐらいなんですけど、ちょっとまずこの、ここですね、この、この何、廊下っていうんですか、廊下めっちゃ映えるなって思ってて、ここで撮りましょう。はい、はい、立った時のポーズとかが分からなくて。ポーズはそうですね、普通に何かいらっしゃいませみたいな。なるほど。こう足クロスして、で手を、で手はこう何だろうな、こうバレリーナみたいな、はい、手先までエロく、あ、なるほど。でこう重ねて、いらっしゃいませみたいな、ちょっと多少首かしげるといいかもしれないです。やり方は、はい、そうですね、私はもうちょっとこっちかな、ここら辺とか、なんかちょっとこの端々の黒いところが映っちゃうんで、うん、映らないくらいにやってあげたらいいかなって、うん、ですね。この今鏡からの葵ちゃんの 顔も映ってるから、鏡からカメラ見てあげるといいかもしれないです。すごいですね。そこのこの部分ですね。あ、なるほど。もう一個やりたいのがあって、あっちにしましょう。あっち向きのここら辺、ここら辺にこうサポートのこうなんか、なんだろう、こっちにスリットあるから、こういう感じで、こういう感じで座ってもらって、なんかこうふにょんみたいな、あんにょんみたいな、おーみたいな感じでちょっとやっていただいてもよろしいでしょうか。あ、こういうことですか。あ、そうで、ちょっとチャック開けてもよろしいですか。はい。あ、いい。で、なんかこう、なんか手を使うと可愛く映るんで、うんうん、え、大丈夫ですか。うんあ、でも、どうする。あ、でもそれで顔が出るのかわいい。こういう、うんうんうん、こんなになったらもうちょいアップで撮ってあげる。
あ、うん、ここですか。はい、縦、足が映る。なるほど。うん、かわいいと思う。かわいい、かわいいです。じゃあ次行きましょう、はい、シャンデリアの目の前で撮ったのかな。はい、ここで。というような感じで、はい、すげえ。もうちょい近く最初、はい、あみちゃんの足をクロスしよう。はい、クロスして、もうちょい、なんだろう、もうちょい重心をもうちょいこっちから、このセンターに。かわいい、めっちゃかわいいと思う。あとはやっぱ座ってるところのなんか独特な、来てくれたらこうやって座れるんだよみたいなところを撮りたいなと思ってて、お客さんしか 見えない目線を撮ってもらいたいなって思ってます。めっちゃ可愛いと思う。え、どうですかね。あと、そう、この角度もすごい素敵。あ、いいじゃないですか。え、すごいですね。すごいいい感じ。じゃあこれをなんかちょっと選んで編集しましょう。わかりました。ちなみに、はい、お手本何枚かを撮らせていただいてもいいですか。よろしいんですか。なんだろう、見たいですよね。本当ですか。いいですか。え、ぜひ。いいですか。なんか撮りましょう。え、じゃああっちのやつ撮らないで。私は結構あの日本一エロでやってるので。すっごい、どうなってます。すごいです。あとなんかお尻とかも最近流行ってるので、お尻アピールでこう。すごい。どうですかね。大丈夫。すごかったです。え、大丈夫ですか。すごいね。すごかったです。本当ですか。楽しそう、普通に。あ、でもいい感じ。すごい。この辺かな。ドエロいやつ、ちょっと何ショットかも教えてもらったら。いいんですか。そうだ、自信持てるかもしれないでしょ。確かに、やってほしいことあるんですよ。せっかくなんで、なんかドエロやろうやつ教えてもらえないよ。このなんか赤いソファーのとこで、寝てもらいましょう。寝てもらって、寝転がってもらってお願いします。小池とか、かわいい、小池にしましょう、はい、ちょっとなんか口元に手とか置いてあげると結構なんかセクシー目に映ったり。え、大人じゃない。大人葵じゃん。大人葵ちゃんです。いい感じです。あ、いいですね。目線外しもちょっとなんか様になってきた。なんかできるようになってきてる。あれ、成長してる。すごい。いい感じです。いい感じ。かわいい。なんかせっかくアップにしてるので、はい、なんかちょっと立ってもらって、ネイル。立ってもらって、ちょっとこういう、なんだろうな。なんていうの、こういうの。ここら辺を見せる。首筋を見せる。かわいい。うん、かわいいと思う。良きかと思います。お尻も欲しいです。あ、お尻やっちゃいましょう。これこうやって撮ってもらいたいです。こう、うわ、すごい。なんかこうやって撮ってもらうと結構いいな。すごい、やばい。いやとかこんな感じでございます。ちょっとで、ちょっとお尻プリッとしてあげて。かわいい。そうね、なんか手がぶすね。手がぶすよ。どうしましょう。そうね、あ、そう、なんかちょっと挟まっちゃったよみたいな、なんか使ってる感じじゃなくて、あるわ、ここに柱がみたいな。あ、なるほど。うん、じゃあ足、片足上げてみようか。そしたらなんかあの、膝をもうちょい上に上げますか。あ、後ろじゃなくて前に。で、お尻キュッて。あ、いい、それです。
はい。もうちょっとここら辺から撮ったらいいね。お尻を撮りたいときはお尻が一番近くにあのレンズがあると漏れるというか、お尻がプリって見えるとか、胸の場合もそうで、胸がレンズの近くにあるといい感じに。難しい。ちょっともうちょいあれかも。あ、でもここら辺、うんうん、これで編集しよう。はい、はい、ありがとうございます。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 じゃあ編集をしましょう。はい、はい、M 字です。私 こういうのが、こういうのが、ちょっとなんかこうモザイクかけてくれますか。